はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのケーキワンホール丸ごとと生クリーム1リットルを食べて日頃のストレスを発散していこうのコーナー。それと11月3日僕の誕生日ちょっと早めに祝っちゃおうのコーナー。はい、そんな感じでね、今日はね、これと生クリーム1リットルをね、爆食いしちゃおうかなって思います、今日は。でね、もうね、あと3日後はね、僕の誕生日ということでね、それもね、含めて、今日はね、めちゃめちゃね、幸を味わっていっちゃおうかなって思います。ではね、もう早速ちょっとこれ開けちゃうね。買ってきたのがね、ラメゾンアンソレイユターブルっていうお店で、ずっとね、気になってたの。めちゃめちゃね、可愛いケーキがいっぱいあって、タルトケーキ専門店なんだけど、やべえ、うおー、可愛い。見てこれ、バカでかくね、これ。タルト生地がさ、めっちゃ全体で覆われてんの。え、待って。たくみ？たくみって誰？僕の本名たくみとかじゃないんだけどね、ちょっとね、なんて名前にしようかなと思って、適当になんかこのケーキに合いそうな名前をつけてみました。これマジでうまそうじゃない？ずっと食べたかったよ。これがホイップクリーム、ガナッシュクリーム、生チョコレート、チョコレートクリーム、チョコレートスポンジ、チョコレートカスタードタルトだって。やば！マジほんと超チョコだね。生クリームと合うに決まっとるやないかいって感じ。生クリームをブワーって出したいんだけど、その前に、ハッピーバースデートゥーユー歌おうか。ハッピーバースデートゥーユー。ちょっとろうそくパチ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 でやりたいと思うんで、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。ハッピーバースデートゥーユー。あ、間違えた。シュマイやないかい。ちょっと待ってね。じゃあ皆さん、ちょっとね、準備が整いましたので、ハッピーバースデートゥーユーの歌を一緒に歌ってくれたらとてもとても嬉しいです。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ディアタクミー。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。わあ、いい匂い。ちょっと待ってね。ほいで、ただいま。生クリーム1リットル新品でー、新品。せーの、チョキン。これにね、かける前に一口目はね、このままいただきたいと思います。いただきます。じゃあちょっとここにぶちまけていくぞ。せーの。こんなんでいいか。あと 200ml ぐらい残っちゃってるけど、ちょっとしまっときます。やべえ、大迫力やな、これ。ちょっと白飛びがやばいね。ちょっと暗くするね。こんぐらいかな。よし、こんぐらいでいいでしょう。ちょっと白飛びしてるけど、生クリームだから、これね。うん、みんなわかるよね、これ生クリームだから。よし、ではね、やっと準備が整ったのでね、早速ね、このケーキワンホール丸ごとと生クリーム約1リットルを、ね、食べて幸を味わっていこう。ちょっと待ってね。まずこっちから食べよう。タルトだからさ、素手で食えるぞ、このまま。ここから行こうかな。では、いただくよ。いただきまーす。タルトザックザク。まださ、タルトしか食べてないんだけど、めちゃめちゃうめえ、これ。ちょっと切れるかな。これ切れるのむず。硬っ。こうやって切ったけど、今。いただきます。このうまさ半端ない。たくみくんいただきます。めっちゃ噛んだ。いたこんな感じでめちゃめちゃいろんなもの入っててめっちゃボリューミー。マジバカチョコ濃厚。生クリームとめっちゃ合う。これめっちゃ重い。タルト生地がめっちゃザクザクですごい。もはやなんかクッキーみたい。ひょっこりひょっこり。ちょっと大興奮分解されすぎて、一気に食べすぎて喉がちょっと詰まってきて、喉乾いたら飲み物取ってきます。ちょっと待ってね。
今日のないものこいつ。おー、今日はめちゃめちゃパーリーナイだぜ。皆さんご一緒にルレッサーズ。てかさ、今日さ、ふと思ったんだけどさ、なんでさ、誕生日イコールさ、ケーキなんだろうね。シューマイで祝おうねっていうさ、文化になってもおかしくなかったじゃん。いや、不思議ですね、不思議。誕生日イコールケーキってなんでなったかね、ちょっと知ってる人いたらぜひコメント欄で教えてください。このポッキーみたいなのがなんだ？サシャの介護官みたいな感じ。いちごのヘタついてる。甘酸っぱくてうまい。うわ、やばい。もう、くらよし。やばい、これなんかね、アーモンド？ナッツもいてめちゃめちゃうめえぞ、これ。ここのさ、丸いチョコの物体あんじゃん。生チョコレートなの。だからすっげー甘くて最高。この甘さに生クリームがバカクソに合う。ちょっと待ってね。ちょっとしょっぱいの食べたくなったから、とんかつ。僕の大好きなとんかつ。さっきのシューマイ。すごい。H2O。軽くなったけど、軽くなってきた。もう半分食べましたね。この塊が、マジで。この塊がマジでめっちゃ生チョコの塊なの。これ一口でね、結構満足感すごいんだよね。すごいね、これ。一すくいでこんだけ取れるんだよ。もう甘いとしょっぱい、マジ無限ルート。ちょっとこれ食べづらいから、てっぺんから削って食べちゃう作戦。あ、てか見て、今日の服装は去年誕生日動画で撮った時と同じ服装で、ね、これ実はね、この服はね、大学生の頃にお友達からタンプレでもらった服なんだよ。可愛いでしょ。おーつつ。ケーキワンカットぐらい、あと。ちょっと待ってね。もうさ、僕さ、2年連続さ、誕生日ぼっちやからさ、ネットでね、誕生日一人とかで調べてみたら、すごい色々出てきて面白かった。一人の誕生日の過ごし方としてはね、書いてあったのは、お高いホテルに行ったり、お高いご飯を食べたり、お高い買い物をしたりっていうだったりね、普段では味わえないことを、ね、して、ハッピーになろうっていうね、ことがね、よくネットで書いてありました。なのでね、この動画をね、見てくれて、そこの誕生日一人ぼっちのあなた、どんな誕生日を過ごしてるか、ぜひね、コメント欄で教えてください。一緒にハッピーな気持ちになろうぜ。なんもなかったでしょ、みんな。別になんもなかったよね。あとさ、全然誕生日の話がずれるんだけどさ、めちゃめちゃもう涼しくなってきてさ、冬って感じじゃん。ヒートテック着ようって思った時にさ、タンスからさ、出した時のあのタンス臭、寒くて着たいって思った時にね、臭くて着れないのよ。着ようと思ってもすぐ着れないっていう、あるあるでしょ？一回洗濯しなくちゃ着れなくない？わかる？この気持ち。はい、そんなどうでもいい話は置いといて、ちょっと最後これ、残りのこれでっけえ、ちょっとまだでっけえけど、これちょっと食べていきます。これ最後一口でいけるかな？最後の一口、いただきます。
あーうまい。おー、あとこれだけだ。ラスト一塊や。よし、最後の2トンカツ食べて、生クリーム食べたら完食ですよ。いただき。うおー、生ビールフローズン。はい、では、最後の一口、いただきます。ああ、唇が分厚くなった。満足感の塊。ではこっちも最後。はい、なんか一気にビール飲んだら全身がなんか寒くなってきて、机の上が北海道に見えてきたので、ちょっと片付きまーす。ちょっと待ってね。ほいさん、ただいま。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでね、今日はね、ホールケーキと生クリーム約1リットルをね、爆食いしてみました。もうね、めちゃめちゃに最高だったね。そしてね、もう11月3日になったら、僕はなんともう25歳、アラサーの仲間入りだよ。めちゃめちゃにヤバくね。年を重ねるのがちょっと嫌になってくる年齢になってきましたね、ついに。ただただ人生はね、まだまだ長いのでね、これからもね、たくさんね、暴れていきたいと思います。なのでね、ぜひね、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。あ、タンプレはトレーナーがいいな、それか生クリームがいいな。よろしく。ということで、今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。チョコエッグの殻が食べたくて、わざわざチョコエッグ買っちゃうよっていう人は、チャンネル登録とグッドボタン、ツイッターのフォロー、インスタのフォローよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。え、なになになに、くれるの、タンプレ、タンプレ、え、牛一頭も